フリードリヒ3世は、ベッティン家のザクセン選定校、県名校、健康と称される。宗教改革の指導者であるマルティン・ルターを保護し、プロテスタントを承認したことと、ビッテンベルク大学設立の功績で知られる。日本の高等学校用世界史教科書、参考書等で、ザクセン選定校フリードリヒといえば、普通この人物を指す。フリードリヒは、 1463年、ザクセン公国のトルガウで、ザクセン選定公エルンストとその日であったバイエルン公、アルブレヒト三世の皇女、エリーザベトの第二子として生まれた。1486年、父、エルンストの死に伴いザクセン選定公に就任。当時の神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世に、仕える。1519年、マクシミリアン一世の死に伴う。 皇帝選挙で候補の一人に挙げられるもこれを、自体、すでに、スペイン王カルロス一世として即位していた、マクシミリアンの孫を推薦して、皇帝カール五世を誕生させた。しかし、1521年に、ボルムス帝国議会で、ルターが、自説の撤回を拒否し、カール五世から、ドイツ国内で法律の保護対象外に置かれると、皇帝の決定に反して、 ルターを誘拐したという名目で巨城であるバルトブルク城にかくまった。皇帝カール5世にとってフリードリヒ3世は自らの皇帝即位の立役者である上、当時のドイツはイタリア戦争最中の非常に正常不安定な状況にあったため皇帝は彼に対して別段の処置を取らなかった。また、ローマ教皇にとってもフリードリヒは ハプスブルク家に対抗するためにないがしろにできない大諸行ということもあり、表だった圧力が加えられることはなかった。外出も満足にできずバルトブルク城にこもりきりの生活は時としてルターには精神的に辛いものだったようだが、ともかくも身の安全を保障されて、ルターはこの時期に著名な新ク聖書のドイツ語訳を行っている。 1525年ランガウにて死亡し、ビッテンベルク上教会に葬られた。死の間際にルター派へ回収している。制裁を持たなかったため、ザクセン選定行為は、弟のヨハンが継承した。ヨハンは、フリードリヒ3世のプロテスタント容認政策を、継承して、不変行と称され、その後も、エルンスト系のザクセン公は、ドイツ宗教改革の流れの中でルター派諸公の、 中心となっていく。巨城、バルトブルク城、フリードリヒ三世は、学問、芸術、宗教等の諸文化に関心が深く、宮廷を置いたビッテンベルクは、文化都市として栄えた。教会には、当時のヨーロッパで、有数の、生物コレクションが集められ、フリードリヒの御用絵師として勤めたルーカス・クラナッハも、この地に工房を構えている。1502年には、 ビッテンベルク大学を設立した。この大学で設立間もない時期から教弁をとっていたのがマルティン・ルターで1512年に進学教授に就任するとフリードリヒの死後まで長くこの職を務め続けた。また、ルターの協力者である人文主義者フィリップ・メランヒトンも1518年に同大学のギリシア語教授として招かれている。 通説では、このビッテンベルク大学内の聖堂の扉にルターは95箇条の論題を掲示したと言われる。宗教改革の動きが活発になり、ルター派に対する皇帝、諸侯の弾圧が強まると、フリードリヒ3世はビッテンベルクに多くの信者を受け入れた。以後、フリードリヒの死後も含め、チェコのヤンブラホスラフ、デンマークのハンス・タウセン島、を、 北欧の宗教改革指導者の多くが、ビッテンベルクから排出された。ありがとうございます。